というわけで早速行きましょう。レッツゴー。すする TV。 ゼレゼレとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はコラボ会となっておりまして、超ビッグゲストの方をお招きしてこちらのお店来ちゃいました。ドン。 JR 目黒駅から徒歩5分くらいのところにあります麺屋維新さんにお邪魔してます。こちら麺屋維新さんは以前にもすする TV で一度訪問したことがありまして、さらに横浜にある維新商店さんの姉妹店でもあり、維新商店さんのラーメンね、私すするも大好きな一杯でして、今回ねビッグゲストの方をお迎えするにふさわしいお店ということで維新さん来ちゃいました。今回ですね、お仕事終わりのビッグゲストの方と待ち合わせしておりまして、私すするも大興奮のコラボ企画となりそうですということで、早速すするに行っちゃいましょう。レッツゴー。というわけでですね、今大物ゲストの方とお待ち合わせしておりまして、仕事終わりということでね、ロケバスで来てるんですよ。ちゃんとねスタッフさんとかいっぱいいる感じのロケバスで来てくださってて、もうこのねしっかりとしたロケバスの中でお待ちいただいてるみたいなんでね、早速入っていっちゃいましょう。今回ばかりはねちょっとマジで緊張してるんですよ本当に。というわけで早速行きましょう。レッツゴー。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。いやマジで、いや言葉出ないっすね本当にこういう時って。こちらこそですよ。いやマジで声出ない本当に。どういうことっていう、もう僕もなんかよく分かってないっすね、マジで今。そうですよね。なぜこのコラボができているのかっていう。これはですね、私がですね、はい、すする TV 好きで見ていて、でなおかつ、はい、ラーメンを食べる時のお供として見ていたんですよ。うわめちゃくちゃ嬉しいな。それの時に、はい、あこうやって私一人でこうラーメンをそれこそ YouTube 見ながら食べてて、はい、一緒に食べたいなって思ったんですよ。はいはい、はい、でそういうのって可能なんでしょうかっていうお伺いをしてみたら、はい、いけそうですってなって、えすするさんに会えるのっていうので私もびっくりしてるんですこれ。あ本当ですか。はい、もうマジで、いや会えますよ全然僕、はい、もうロケバスじゃないですか。そうなんです。多分もう朝からもう、はい、お仕事。いやこれですね、はい、いろいろ衣装も置いてあるんですけど、実は今日はですねもう朝から8時ぐらいかな、今8時ぐらいなんですけど、ロケでつくばの方まで行ってまして。つくばっすか。しかもつくばまで、でお台場で撮影しまして、でその後オンライン再開がありまして、めちゃくちゃやってるな仕事すげえわ本当に。今日の疲れをもう吹き飛ばすぐらい、もう思いっきりラーメンをすすっていただけると。すすりたい。いやもう本当に今日僕もめっちゃ楽しみにしてきたんで、ぜひ楽しく一緒にラーメンすすればと思って、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみになんですけど、内田さんって結構普段からラーメンは行ってらっしゃるんですか。まろやか系というかちょっと優しいのが好き、うんうん、あでも天下一品とかのラーメンも好きなので、はいはいはい、あちょっとこう滑らかなスープが好み、こってりまろやかというか、はい、そういう感じ。あそうですね、はいはい、今日のお店は結構あっさり系なんです。なんですけど一応ベースはあの鶏なので。おお、あ鶏なんだ。はい、なのでちょっと楽しんでもらえたらなと思ってます。楽しみです。ぜひぜひ今日よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ、というわけでお店の前に着きましたんで、早速行きましょう。もう行っちゃってください。ゴーゴー、レッツゴー。行きまーす。というわけでメニューがね、一応醤油ラーメンと塩ラーメン、さらにつけ麺とかもあったりするんですけど、内田さんどうされます。醤油、全部のせ。おお、しかも全部のせ。もう具いっぱいってめっちゃ好きなんですよ、私。あ、そうです。全部欲しい。全部のせ、行っちゃいましょう。行きましょう。特醤油ラーメンで。いや、行っちゃいます。行きましょう。いや楽しみだなというわけで、すするも内田真彩さんと同じく特製醤油ラーメンをプッシュしました。緊張でもはや何を喋っているのかわからない状態に陥り、店主さんの華麗な調理風景をただただ見つめながら待ってるだー。あーうわおいしょ。こちらが麺屋維新さんの特製醤油ラーメンです。うひょ。着席時から店内に広がっていたスープの香りが着丼した瞬間からより一層強まり、食欲をそそる。これでもかってくらい美しいビジュアルもたまらないぞってことで、いただきます。いやめっちゃうまいっす。もう言ってください。いいですか。はい、おいしい。うまい。うまいっすね。スズルさんの隣にいるからより美味しく感じてるっていうことですね。嬉しいよ。ではいただきます。行きましょう。スズル。美味しい。いやいいなマジで。めっちゃ美味しそうに
食べるな、本当。ツルがうまいっすね、じゃあ。本当ですか？いけました？いただきます。うん、はるわ、うまい。すごい、すごい。生寿司に見た。嬉しい。ガンガンいっちゃいましょう。もう行きましょう。もはや実況もすすりも全て内田真彩さんにお願いしたいところですが、超多忙なので願いは叶わず。しかし何本もロケやお仕事をこなした後の維新さんはしみるだろうな。というわけで残念ながらここからはすするのターン。鶏の風味が広がったり、その奥にキレのある醤油味をしっかりと感じているはずですが、隣に内田真彩さんがいるというドキドキと緊張でうまく感想が言えません。内田さん、ぜひ教えたい美味しそうなすすり方っていうのがあるので。お、はい。まあ、量ですね。量は結構大事です。適正な量を目指す、一気にすすれそうだなっていう。あとはもう気合です。おお、うん、これですね。これです。はい、じゃあ行ってみます。これを、マジで普通のうまいわ。教えることないっす、一切。一切教えることないっす。ティービッコなんもうすするに何も教えることはありません。ただただしっかり目に茹でられた極上のすすり心地の麺から豊かな風味と小麦からなる甘みを感じて黙ってすすっておきます。てな感じで、しっとり食感の鶏チャーシューやふっくら柔らかな皮とジューシーなあんを持ち合わせたワンタンをチュルンと食らって、トッピング類もハイレベルなことを確認していきます。そしてこのまますすり続けているとなくなってしまうのが自然の摂理。美味しいラーメンを食べ終えてしまう寂しさと撮影が終わってしまうという寂しさが同時に押し寄せ、これまでの2倍の虚無感に襲われながら本日も完飲完食です。大変美味しくすすれました。とにかく大変美味しくすすれたということがお伝えできたでしょうか。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。麺屋維新さんで内田さんと一緒にラーメンすすることができました。感無量です、本当に。ラーメン美味しかったし、内田さんめっちゃ楽しくしてくれるし。楽しか、私も楽しかったです。あ、本当ですか。はい、本当に美味しいラーメンでした。いや、美味しかったですね。美味しかったです。結構満足していただきました。大満足です。ありがとうございます。本当にこちらこそ。さっきも話してましたけど、はい、ぜひ本当家系とか二郎系とか、ね、もし行きたければぜひ。もう本当どこでも行くんで、はい、もう頼もしい。絶対行きますので行きましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに内田さんの方から告知というかもあるとのことなので、ぜひお願いします。今回のこのすする TV の収録の裏で、はい、下前のファンクラブの方の開講誌の撮影も行っておりましたので、はい、そちらでも、裏で写真を撮っているのが見れますので、ぜひこちらも楽しみに待ってもらえればと思います。ぜひぜひご覧ください。はい、あと来年2022年にはライブツアーが2月3月大阪と神奈川でございますので、うん、はい、どこでもぜひ。あ、ぜひ行きたいです。はい、はいはい、神奈川三重県の聖地ですから、ね。ぜひ行きましょう。もうラーメンに繋がった無理やり繋げてくださいね。本当にぜひ。ちょっとライブの合間によろしくお願いします。はい、本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではするの公式キャッチフレーズ、麺屋維新さん、俺内田真彩さんのファンになったわ。本当にありがとうございました。